で今日は上に立つ権威、先週も少し予告いたしましたけれども、政治的なお話かなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、しかしこれもまた実は私たちの信仰そのもの、信仰の根本に関わる説教になります。神の主権という古くて新しい課題と言いましょうか、それが主題になるわけであります。このローマ人への手紙というのは、ローマという国家を念頭に置きながらパウロが書いたものであります。結論から言いますと、国家というものが代表する上の権威ですね、上の権威というのはそれぞれこうありますけれども、会社で言えば、東山だったら課長さんの上に立つ権威になるわけですけれども、あるいは何だかもいきますが、そういう権威っていうのは無秩序とか混乱から人々を守り、正義や自由や平和を打ち立てるために神様が一時的にお立てになったものだというのが聖書の言っているところであります。一時的に神によってっていうことがとても重要な点だと言えると思いますね。しかし神様はその国家をも超える権威をお持ちだというところを私たちは見逃してはならない大切な点であります。イエス・キリストを王とする神の国というものを今も立て続けておられる、あるいはイエス様がこの地に来られたことによって神の国が実現したと言ってもいいかもしれません。イエス様は全ての権威の頭でありますから、言ってみればこの国家の頭でもあるわけです。で、私は今平気でそういうことを言ってますけれども、これが世が世であるならばですね、私が御用だって言って不敬罪とかですね、あるいは、太平洋戦争の末期には治安維持法が改悪されまして、まずこれは赤狩りのためだと言われますね、共産主義者を処罰するために改悪されたと言われていますけれども、同時に、キリスト教の中のホーリネスの方々、特に牧師たちが捉えられたわけであります。今は平気で言えるんですけれども、言っただけで捉えられた時代があったわけです。今さらそういうことを言うのは時代錯誤だというふうに思うかもしれません。それほどこのことは問題点というのがだんだん忘れ去られていく、風化してきている時代だと思うんですね。しかしこの問題の後ろにある背後にある本質的なものをわきまえておきませんと、同じことが起こったとき起こらないという楽観的に考える方々もありますけれども、そうそう悲観的に考える必要もないと思うんですけれども、起こらないとは限らないですね。この私たちの先輩たちが通ってきたそういう教訓というものが生かされない、そういう危険性があるわけ。私たちは日本の教会の歴史の中で偉大な先輩生徒たちを持っています。素晴らしい。冒頭でこの内村鑑三という方を取り上げて、なんかそのマイナス面を申し上げましたけども、それをこうおーってね、もう本当にやっぱりマイナス面マイナス面、ダビデだってあったわけですけどね、それを超えるような良い働きを
もんでしてくださった方々です。まあ、戦後特に戦後の日本の教会は福音派の教会が形作られてきました。その教会のほとんどは経験主義的な体質を持っています。私たちの教会でいうとアメリカから来ましたから、ピューリタン的なといった方が分かりやすいかもしれません。政教徒的な影響を受けています。そういう体質を持っています。もっと広く言うとファンダメンタリスト的な、根本主義的な、そういう、そういうメンタリティが強い体質を持っていますが、そういう中で今見てまいりましたような問題を正面から取り上げるということは、このあまりなかったことでした。つまり社会的なことにあんまり関心を持たない、持たない方がいいというふうに教えられてきた。でそれがかつての福音派の教会の実情でした。しかし靖国神社を国家で、管理していきましょうって言いましょうかね、経営していきましょうっていう、そういう法案が国会で提出された頃からちょっと待てよと、そういうことが出てまいりました。しかし確実に1974年にローザンヌ、スイスのローザンヌで世界伝道会議というのがあったんですね。羽鳥先生がこう紋付き袴で出席したっていうのが今でも私頭に残ってるんですけれども、そのローザンヌ会議以降、この福音派にも聖書の基盤に立つ社会的関心、あるいは社会的責任というものが自覚されるようになりました。そして、その6年後ですね、1980年にはカール・ヘンリーというアメリカの神学者の書いた本が命の言葉社からキリスト者の社会的責任というタイトルで出たんです。福音主義の社会倫理という副題がついてるんですけれども、こういうのは命の言葉社から出るというのは本当に画期的なことなんです。 でももう4年前、ごめんなさい、6年前ですかね、ローザンヌでローザンヌ制約っていうのが出されて、福音派にもそういう問題が浸透してきた時ですので、それほど反発されなくて、むしろ受け入れられてしっかり学ばれて読まれた本です。しかしそれまでのキリスト教のイメージというものを塗り替えるというわけではなくて、むしろ問題はその前に言いました日本的なものを拭い取ることの方が難しいということがだんだん分かってきたんです。つまり聖書の言ってることは分かる、でもさて具体的に自分が住んでいる地域で神社と関わりのあるそういう町内会の中でどうやって生きていくか、まあ、黙ってればいいとかですね、というようなさまざまなその日本的なものが頭を持たれているのに気づいていくわけです。今日読みいただいたローマ書で言われていることは、あくまでも神の主権です。そして神の主権は全てのものの上にある。ですからどんなことでも神様の主権のもとで判断され行われていかなければならないというのが趣旨です。で神様が立ててくださった権威であるならば、神を信じるのはやめろっていうようなものが神様が立ててくださった権威ではないので、これには従う必要ないわけです。どれだけ多くのキリスト者がローマの法律のもとで迫害を受け死んでいたか知れないですよね。彼らはこのパウロが書いた13章の言葉を、神様が立ててくださった皇帝だから皇帝が言う通りすればいいというふうに思わなかったんです。彼らもまたこの権威を立てた上に神様がおられると信じた。神様の主権の及ばないところはないわけです。私たちのあらゆる生活の領域でキリスト者として生きていくことになる。